しかも表現もなかなかね巧みで、子役ちゃんがみんな演技すごかったね。やっぱり非常にこうビジュアルが綺麗で、うん、ハラハラドキドキするしね、見てるとね、うん、スリルとサスペンスにあふれてるし、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日はイノセンツについて語ってまいりたいと思います。では早速 T さんからどうでしょうか。はい、なんかこの子供の残酷さみたいなのは、うん、なんか見た覚えもあるなとか思いつつなんですけど、うん、今回それに超能力っていう掛け合わせが結構面白かったのと、うん、なんかこう冒頭からの入りがちょっとこう自分も経験があるような子供の残酷さというか、うんうんうん、誰しもがちょっとこう共感できるようなところからだん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 入っていくので、うん、こうゾワゾワして不気味で、映画自体は楽しく見ました。まあすごい嫌なシーンとかもありましたけど、うん、はい。ちなみに T さんはドームは見たことあるんですか？ないんですよ、うん、コミックは見たことない。はい、だからあの今日解説してほしいなと思いました。あの監督はあのドームにインスピレーションを得てますとは書いてらっしゃるんですけど、でも明らかにテーマは違うけどね。全然そうでしたね、うん、だからあのまあ監督が思い描いている世界を あんまりこう過剰な表現を極力排して、うんうん、なんかストイックに描いてる感じはしましたね、うん、まあ、だからあのまあ楽しくっていうと語弊もありますけど、面白く見ました、うん、がまあ最初見る前に思ってたドームインスパイアって感っていうともっと派手な感じがな、まあ、インスパイアは明らかにしてるし、うんうん、シーン的とかにもね、うん、非常にこうまあオマージュなのかはあるけど、うんうん、でもテーマが全然違うからね。違いますよね、うん、じゃあその辺は竹内さん、うん、どうだったんですか。いやまずその前に感想ね、はい、あのやっぱり非常にこうビジュアルが綺麗で、うん、あの見ていてそのなんていうの北欧のね、うん、なんかこう澄んだ冷たい空気っていうのが非常にこうビジュアライズされていて見事だなと思って、うんうん、それがその今ね T さんも言ったような子どものピュアな残酷さ、うん、これにやっぱり非常につながってって、それがこうトーンとして全体ねこう通底してるのがなかなかこう監督の俯瞰してる目線がよく効いてる映画で、あのビジュアル的に非常によく作られてる映画だなっていうふうに思いましたね。じゃあお願いします。ネタバレするよ、ネタバレですよ。これまああのね舞台が団地だし、うん、主人公は少女だし、うんまあ、だけどその兄弟はいるし、うん、他のね、うん、男の子がいるんですけど、うん、あのドームだとそのもう一人は老人ですからね、うん、地方老人だから、うんまあ、地方老人っていうとまあでもある意味ちょっと子供みたいな、うん、いやだから子供のピュアさ と、うん成長していく間の邪悪さをまとった存在になってるから、うん、もうそこはまず違うよね、うんうん、それとあと団地がさ、うん、その、イケイケの日本を象徴する、うん、それの集約的効率的な人間を詰め込むための、大団地っていう描き方なんで、うん、その、いわゆるイケイケの残滓を描いてる映画じゃないですか。そうそう、高島平 の、うん、あのすごいあのいっぱいいる。でもドームも確かもう結構空き室があるような感じですよね、うん、だからもうイケイケの残滓なんだ。残滓だよね。でしかもその老人も、うんそのいわゆるいろんな思い嫌な思いをして、多分その最後に家族に捨てられてね、一人でその団地に住んでいる、うん、これも残滓なのよ。で彼はもう邪悪な、だからその自分の手っさびとしてこういう超能力を使って遊んでるわけだよね。つまり普通の老人が放っとかれてテレビを見てるのと同じぐらいの手っさび感でその人を操ったりしてる。ここがやっぱり全然テーマが違うわけ。だからその老人が遊んでる的なことが、うん、この映画では子供がその猫をちょっといたずらするとかみたいなのはあるけど、その前にその団地の描き方がまず違って、うんうん、その団地が、大勢の人が集まることによって子供たちもそのギフテッドされてる子供たちが巡り合う可能性のある場所として描かれてると思うんだよね、うんうん、だから子供たちもこういうところであるならばその今までね会ったことないような、しかもそのわけのわかんないような才能を持った子がこういうとこ
こんなに大勢いたらいるだろうっていう、うん、そういう目線で団地が使われてると思うんだよね、うん、で、越してきた女の子が巡り合った男の子はあんまりこうだからそういうね、うん、人の痛みをわからない子で、うんうん、多分一番最初に猫ってさ上から落としてもヒュって回って何にも大丈夫なんだよとか言って多分落としてんだと思う。キャット空中3回転ですね。そうところがもうさあの猫さ足怪我して歩けなくなっちゃったりしてんの、うん、もうこれは殺してやった方がいいんだよねぐしゃっとかやってるわけじゃん。まあ、あの辺にこの子はそのやっぱりいわゆるね、うん、そのまあ冷酷というかピュアに冷酷な子なんだろうなっていうのを観客に分からしてるよね、うん、で多分女の子は最初遊んでて楽しかったんだけど、うん、引いちゃうんだよね。それで次の日死骸を見に行って、うん、やっぱあの子には近寄んないにしようと思っていくわけだよね、うん、だから一応その監督のそのインタビューを読むと、うん、あの自分もほらあの小動物まで行かないけど、うん、カエルまでは、うん、殺したのね。虫とかカエルまでは、うん、蛇とかカエルまで殺してたんですけど、うん、だから残酷とか、うん、だからサイコパスじゃないじゃないですか、うん、まああんまりそういう概念がないから、ね、そうだからその時代はそういう子供のピュアな、うん、まあ遊んでるわけですよね、うんうんうん、でだんだん学ぶわけですよ、うん、そういうことやってると死んじゃうんだなと、うんうん、だからとかあのたまにその虫の音量がつくぞとかこうねそんなこと言う友達とかいたりするわけですよ。虫の音量、ね、そうですか。でだんだん学ぶわけじゃないですか、うんうんうん、でもこの男の子は、うん、そういう機会が得られてないってことなんですかね。そうだね、うんうん、で多分 お母さんを結果的に殺しちゃうところも、うん、まあ瞬間的にお母さん鬱陶しいなとかね、うん、あと逆に鍋を動かせることができるんだぜみたいなことで殺しちゃうんだけど、あとでやっぱり自分が殺したことをすごい悔いるじゃないですか、うん、つまり、お母さんいなくなって自分ご飯も食えなくなってこんな面倒な位置に置いてかれちゃうからなんかママっつって泣いちゃうよね。あの辺にいかにも子供の瞬間的な鉄サビの結果、あの瞬間的な感情の動きによってそういう取り返しのつかないことをやってしまうっていうところはよく表現されてると思うんだよ。 それでやっぱり最初はねそこまでの能力はなかったのに、そうですね、子供たち同士が巡り合うことによって触発されたり、そのこっちに能力持ってる子がいるとそのライバルとか反映したりとか影響したりするじゃない。それがその団地として集合体で子供たちが多く集まってくるっていう、そこをうまく表現してると思うんだよね。で出会うことによって彼の能力が改善してしまうわけじゃないですか。だから最後対決するときに大丈夫って言ってんだけど、うん、勝った後に団地で子供たちが見てる、見てるっつうか、うん、彼らの概念も使ってるわけだよ。一人じゃ勝てないから、そうそうそう、うん、だからパワーを集結して、そう集結っていうか吸い取ってんだよな、うん、あれはね、うんうんうん、彼らにそんな能力があるわけじゃないんだけど、うん、一人のそのパワーだけでは対抗できないから、うん、彼にだから彼らのパワーを利用して使ってるんだよね、うん、それうまく表現されてる。でもあれはほぼドームのパクリですけどね。そうですね、うん、だからまあインスパイアインスパイアだから、ね、まあ、結果的にテーマが全然違うから、うん、いろんな部分にオマージュはあっても、うん、パクリとは僕は全然思えないけどね、うん、パクリなの、パクリじゃない、いやいやショットはパクリ、うん、だけど映画としてはパクってないと思う、うんうん、であの監督はやっぱ、うん、ホラーとかね、うん、アクションとかでバンバン派手に殺すじゃないですか、うんうんうん、それはもう一切避けたいかった、うん、分かるよ、うん、だからそのちょっとしたこうあの靴の中にね、うん、異物を入れて、うん、その足がね血が出ちゃったりとか、それからあの木が飛び散って、うん、こう足に刺さったりとか、うんうん、で骨が折れて、うん、ビュッて出ちゃったりとか、ね、なんかちょっとしたすごいゾワッとする痛みみたいな、うん、そっちの方がこうやりたかったんですよね。そうだと思う。だからあの能力がない女の子はフィジカルに押して殺そうとするんだけど、多分彼は力があるからこう草地にゆっくり降りたんだと思うんだよね、自分を、うん、だから死なないわけだよ、うん、結局だからお姉ちゃん殺してもらうしかないよね、うんうん、だから一方でドームは超能力合戦がどんどん派手になっていくから、うん、団地全体を巻き込んで、超能力合戦というよりも、うん、その自分を脅かす存在が出てきたから殺さざるを得なくなるわけだよね、うん、で少女はそのじいさんを止めなきゃいけないし、うん、じいさんはずっとそうやって遊んでいたいから自分を邪魔する存在を消したいわけだよね、うん、でも要するに誰かを操って殺さなきゃなんないから、なかなか殺せないわけだよね、うん、ですよね、うん、だからまあその
そういうインスパイアされてるけど、うん、インスパイアされて描写とかは、うん、まあオマージュというかパクってるというか、うん、似てる。例えばその公園のそのなんだっけブランコのショットとかね、うん、これがビーンとこう曲がるとか、うん、まあ大勢の子供たちがこっちを見てるとか、うん、まあそういうショットは似てるけど描いてるそのテーマ自体は全然違うから、うん、まあ全然そのパクリとかそういうことでは全然ないと思うんだよね、うんうんうん、じゃあ T さんいかがだったでしょうか。なんかドームがすごい見たくなってきました。貸そうか、うん、あ、もうお持ちですか、うん、あ、そうなんですね、うん、ラッキーなことは大学時代に読んでるから昔しまってるのでその散逸しているフロアに溢れてる本の中にあるんじゃなくてちゃんと書棚に入ってるんで今日朝抜いて読んできた。あ、そうなんですね。今日朝6時半に起きちゃったから、俺もドーム持ってるんですけど、どこにあるか、俺はどこにあるか、僕は今日すぐ見つけて朝読んできた。なんかあるんですか。いや、一つあるよ、うん、日本 SF 大賞取ってます。そうですよね、うん、そうだから傑作ですよ、うん、すごい。そんなに似てるんだって今話を聞いて、あのショットはほぼほぼ似てる。へー、まあ、特に最後の15分間ぐらいはほぼほぼドームの絵と同じ、うん、でも監督も公言されてるんですもんね。だけど日本人にしかバレないと思ったっつってるよね。ああ、そうなんだ。だって外国ではほぼ読んでる人は多分すごい少ないから。もともと監督もドームを読んだんじゃなくてアキラを読んで、でもっと英語訳でアキラを読みたくて、アキラっていうかあのか、なんだっけ、何か大友克洋さんの別なのを読みたくて、うん、探したらドームの英語版があって、うん、それでアキラの英語版からドームの英語版に行き着いたみたいね、うん、いや傑作ですよねドーム。ただあれはやっぱりこう日本の文明批判というか、うん、日本がこうイケイケの世代から今の時代にやってくる間の過ちみたいなものがある種のテーマなんでちょっと違うんだよね、うん、あれ文明批判だからね。あれそうです、うん、これは完全に本当に子供のそのピュアなことが大きなことにこうなるみたいな、うん、それがテーマだと思うんで、うん、ちょっと全然違うよね、うん、ただ絵とかは結構似てる。なんかドームのネタバレありって書いておかないとダメかもしれない。そうだね、うん、そうだね、うん、ドーム完全ネタバってるからね、うん、で、あのやっぱり大友克洋さん自体が映画的な構図とか絵柄を意識されて描いてるんで、その紙の表現がものすごい迫力があるんだよね、うん、本当に爆発してるように見えるから、うん、なかなかね、素晴らしい、うん、素晴らしい漫画だと思いますよ、うん。結構この映画、このキーアートが私好きで、うん、これいいですよね、うん、出てこないけどね、出てこない、出てこないけど、うん、だからなんかこれだけ見て面白そうって見に行った方もいるんじゃないかなって思いましたね、うん、イノセンツってタイトルも聞いてるよね、うんうん、なんかちょっとパッと見 A24 風に見える、 A24 風に見える、ね、だから、うん、ああいうの好きな方は、うん、多分引っかかったんじゃないかなって思いました、ね、この本国アカデミー賞だけちょっと気になるどこだよって、どこなんだ本国って、アメリカじゃないよねみたいな。まあでもすごい面白かったな、うん、しかも表現もなかなかね巧みで、うん、まあ、ハラハラドキドキするしね見てるとね、うん、スリルとサスペンスにあふれてるし、だエンターテインメントとしてもよくできてるし、その定位にあるね、うん、あの深さもすごい感じられるし、すごい良かったと思うな、面白かった。子役ちゃんがみんな演技が上手ですね。すごかったね。やっぱりオーディションですごいあのかなり時間かけてみんなすごかった、ね、でワークショップも相当やって、特にあの自閉症の子すごい、ね、すごいね。しかも民族的にもいろいろ揃えてるし、なんか誰も違和感がないというか、ね、すごい自然に見れました。監督は多分その人種的な分け方もしてるんでしょうね、すごい意識したんじゃないかなと思うんだよね、うん、いや面白かったね、なかなか。これでもできてる宣伝的には、うん、あまりこう SF とかエンタメ要素よりも SF ではないよね、うんうん、なんかアートとまではいかないけど、アート映画、うんうん、すごいこう抑制した感じに見えるんですけど、まあ、どうしても作品のトーンがそうなんで、うんうん、 そうだよね、そこから逸脱してすごく過剰に、うんうん、見せるようには難しかったんじゃないかと思うよね、うん、だから予告編でもあの超能力のシーンでも木がパシンって割れるとことかぐらいしかないですよね、うんうん、いやだってそこまでしか見せられないでしょ、ネタバレになっちゃうし、うん、いやよくできてる映画だと思うよね、面白かったなすごく、うん、
このだから監督はね、私は最悪とか今までね一緒に映画作ってきたわけだけど、まあご自身の監督も能力もあると思うんで、新作もねぜひ見てみたいなと思いましたね、うんうん、次どういうの撮られるのかね、どうすんのかね、うんうん、ちょっとこっからだと次がどうなるっていうのはあんま想像がなかなか難しいなと、うん、そうね、うん、多分しかもこれは単発的にドームからのインスピレーションだと思うんで、次どういう題材を撮るのかねちょっと分かんないから、面白かったなすごく、うん、次も見たい。これそんなに高くないですよね、きっと。これ A24 じゃないのね。違います。ああ松竹さんとロングライトさんの共同提供かな、うん、どこなんだこれ。あ、セントローパか、うん、セントローパか、そんな高くないかもね。でこれ多分セールスはこれセントローパなのかな。いや分かんないですね。制作はセントローパかもしれないけど、うん、セールスはどっかかましてるかもしれない。かましてるかもしれないね。そういう感じノルディスクあるね、うんうん、ノルディスクあるね、うん、あるかも、うん、で多分二次ビデオも配信とかでご覧になる人多い。いや多いと思いますね、うん、しかもなんかドームっていうと結構マニア系の人は映画館行かなかったけど配信だったら見てみようかっていう人多いと思うし、ね、まあ、公開規模がねそれほど大きくないで、しかも今の段階でこれドームのインスピレーションっていうのは多分それほど広がってないと思うんだけど、これしばらく経てば経つほどドームのインスピレーションっていうのは広がってくると思うし、そっち系の畑の人たちはだんだん浸透してくると、おもう劇場でやってねえや、じゃあ配信でっていう風になると思うんで、商売的にはすごく広くはヒットしないと思うけど、そこそこいけそうな感じはしますよね。だってこれ興行収入ですけど、うん、37スクリーンでしかやってなくて、うん、まあ37万8千ですから、うん、まあ1400万で、うん、多分まあ口コミとかが広がればもうちょっといけるかもしれない、ね、そうね、1周目、まあ、3000万近く上がるんでしょうしね、うん、多分2500万ぐらいかな、うん、から800万ぐらい、うん、なので、まあ、2周目でさ68、まあ、2000万として、まあ、2周で4500万か、うん、5、6000いけば宣伝費もそんなにはかかってない。いやもうちょっといけると思うんだよね、うん、これそしたら成功ですか。まあ結構いい感じなんじゃないのかな、うんうん、ということで、うん、大変面白く見ました、うんうん、まあ、本当これ何、うん、パンフレットないの。これはねパンフレットちょっと変わってて、うん、縦の、すごい縦の横読みにくい。読みにくい。凝るのはいいんだけど、これ淀川先生だったらつねっちゃうよ。読みにくい。読みにくいんですよこれ。ほんちょっとなんだよ、本当にこう不協和音っていうか、おしゃれ。いや気持ちはわかるんだけど、やっぱりパンフレットはせめて持ちやすく読みやすくしてほしいよね。おっしゃる通り読みにくかった。ちょっと見てみよう。面白い、はい、ということで、はい、本日はイノセンスについて語ってまいりました。どうもありがとうございました。